僕の名前はオロロジャイア。時の流れと因果を司る空の世界の鎖、六竜の同格存在。様々な場所と時間に存在する僕は、空の世界からのフィードバックを大いに受けて、早々に人格を確立した。白雨戦争での空の民の勝利に対してあんまり貢献できなかったことを考えると、もしかして いっか。それについては、とにかく僕は空の世界が存続するよう様々な出来事に介入する役割を持つ。と言っても一発勝負はシャレにならない。だから僕は演算する。現実とそっくり同じ世界を演算して、そこでの介入結果を参照して本物の空の世界に介入する。それを一人ぼっちで繰り返して繰り返して。僕の介入はあくまで介入であって、最終的に空の命は自分の意志で自らの歩む道を選ぶ。そうだとしても、介入によってその歩みが困難になることはもちろんあるわけで、時には少数の空の命に訪れる不幸を感化した。別の形の幸せがあるのを知りながら、僕は罪を背負っている。だから演算世界の情報が積み重なって僕という人格が潰れそうになったのは、僕に対する罰だと思った。一人ぼっちで演算と介入を繰り返して、一人ぼっちで消えていく、そういうものなんだと。思ってたんだよ。おう、オロロジャイアよ。ソチ、目を覚ましたかや。ここは…アウギュステだ。人の子にリゾートと呼ばれる地であれば、君の休息にもふさわしいと思ったのだがね。でも…海、アウギュステの海が干上がってる。今から我ら六竜の力を使って水を呼び戻すところです。人の子も海を一気にカラカラにしちゃうとは。はあ、やりなさるな。笑い事ではないのだがね。とはいえ、この程度ならば
元素の都合をつければすぐに構成は可能だ。でも僕が演算してればそもそもこんな事態にはさせずに済んだかも。ロジャー、ちょっと落ち着こう。やっぱり演算抜きで空の世界を守るのは無理ゲーだよ。よよよよ。そこへ戻ってしまうのですね。いいからとっとと海の水を元に戻すのじゃ。おや、イービアにしては珍しい発言ですね。海がなければ海辺の屋台も営業せんじゃろう。イービアは美味しいご飯が食べたいのじゃ。やれやれ。まあ、早めに戻すに越したことはないので、行ってみよう、やってみよう。喝采喝采、これで元通りだな。海に住む空の命も人の子たちも安心するであろう。命育む海、その海を守る星の獣に祝福を。ねえねえみんな、やっぱりロジャーさん休んでる場合じゃなくない？またその話かえ？もう飽き飽きしてきたぞよ。飽きてる場合じゃないってば。インポータントな議題ですよこれ。オロロジャイア、君を休ませるのは決定事項だ。演算を含めしばらくおとなしくしていたまえよ。これは口で言ってもいつかどこかで演算を始めるぞよ。そういう顔であろう。役割を果たすことに真面目になっちまうのは好ましいことではあるんだがな。ワーカーホリックとかいう状態よくない。いっそオロロジャイアの権能を私たちで封印してしまいましょうか。完全封印は不可能だろうが、勘抜きをかける程度のことは可能だろうね。使おうと思ったらちょっと引っかかる感じがして冷静になれる的な。それはちょっと少々強引だが、それくらいやっちまわなければオロロジャイアは休んじまわんかもな。それはちょっと約束できないっていうか。封印した方が良いのだろうね。封印ぞよ。かかるやつなのじゃ。いやー、助けてー。お雪事故だ。
よよよよ。マジで演算世界に触りにくくなってる。ロジャーが休まないので、ちょっと、ワムは怒ってる。え、ごめん。心配が伝わらないというのは、虚しい気持ちになるものですね。その、すみません。はぁ、あ。さて、せっかくこちらに戻りやがったのだ。食物の一つでも作りやがろう。おい、イル、僕も手伝うよ。何作る？おとなしく座っていることができぬやつぞよ。これがワーカーホリック。せめてワムも手伝う。そしたらロジャーやること減るので。まったくせせこましいやつなのじゃ。もっとイービアのように大善自弱と過ごせぬのじゃ。大善自弱か。何か次の一手を思いつきましたか、ルオー。ああ、人の子の手を煩わせるのはいささか問題ではあるがね。見事、オロロジャイアの料理の腕前はさすがだな。へへへ、薄く広く結構何でもできちゃうロジャーさんですから。ワムも手伝った、この野菜の輪切りなど。器用なものです。私も見習わなければ。お、そういえばローチンはどうしたの？あ、それは。さあ、こちらへ。お邪魔しまーす。よう、六竜勢ぞろいなんだな。ルリアちゃん、B 君、それに団長さん。うわ、なんで。考えたのだよ、オロロジャイア。君を休ませるために我々がどうすべきか。思うに、そちはこなたたちと共にあれば役割を忘れることかなわぬぞよ。それはそうかもしれないけど、でもそもそもくさびが役割を忘れちゃまずいでしょ。まあそこが矛盾しているのが今回の辛いとこ。しかしあなたの心は疲弊しています。休息は急務ですらある。また機能不全でも起こされたらたまったものではないのじゃ。そうなる前にイービアよろしく、得意点の気空艇で休ませてもらうのが良いのではないかと考えたのだよ。家内たちの事情で申し訳なく思うが、オロロジャイアのやつのことを預かりやがってはくれまいか。オロロジャイアさんを？ああ。難しいことはよくわからないですけど、お仕事のことを忘れてお休みしたいって感じなんですよね。しかりしかり、さすがの飲み込みだな。
くらい全然構わねえよな。礼というわけではないが、この料理召し上がりやがってください。うわー、美味しそうです。いいんですか？イルとワムがロジャーをお手伝って作った。だから焦げ焦げ、ニラニラじゃない。なるほど。でもさ、いきなり一人増えたらお邪魔っていうか、なんていうか。どうせオイラたちの気空艇は部屋も余ってるし、どうってことねえぞ。まあ気になるってんなら、家事とかちょっと手伝ってくれたら助かっちまうけどさ。う生きた、生きたい、めちゃくちゃ生きたい。気空艇。でも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 、僕がそばにいると滅びの可能性が訪れるかも。決まりだ。僕のバカチン。なんだかオロロジャイアさん、しょんぼりしちゃってますね。やっぱり疲れちまってるんじゃねえか。聞く手でゆっくりしてってくれよな。ルリアちゃん、ビー君、ありがとう。いいのかな。ではオロロジャイアのことはよろしく頼む。得意て、この借りは我ら六竜が必ず返すと約束するぞよ。なんか六竜にそんな約束されると逆にちょっと怖えな。すごいことができちゃいそうですもんね。やっぱり扉っていうのは便利だよな。一瞬だもんな。ですね。さあ、オロロジャイアさん、いらっしゃいませです。お邪魔しまーす。グランサイファー、グランサイファーだ。なんて懐かしいんだろう。おっと、オロロジャイアの部屋を用意してやらねえとな。そうですね、オロロジャイアさん、こっちです。うん、ありがとう。ルリアちゃん、ビー君、団長さん、ないな。俺が持ち上げるから。
舌を吐いてもらえないか。この声は。ん？お前は。オロロジャイアちゃんです。先日は大変お世話になりまして。確か休暇を取りに来たんだったか。うろうろしていていいのか。体を悪くしてるとかじゃないしね。お掃除中なんだよね。僕も手伝おうか。確かに荷物の移動もある。休暇中にやることではない気はするな。そっかな。よこのままじゃロジャーさん体がなまりまくりんぐだよ。まあ意図的に休むというの、難しく感じる気持ちはわからなくもない。でしょ？さすがし、すくん。わかってくれて嬉しいよ。あっぷな。シンクって呼んじゃうところだった。でもシンクじゃない、シス君も大きくなったな。一緒にいるところを見ると涙が。ロジャー、廊下の水拭き終わらせたけど。ありがとうシンク。なんだ、見てみろよ。こいつが赤ちゃんだった頃の服だぜ。君ってばこんなにちっちゃかったんだね。よな、オイラだって抱っこできてたんだもんな。見て見て、ビー、こっちの靴懐かしい。おお、もしかしてこれって初めてこいつが歩いた後にロジャーが作ってやったやつか。今はもうさすがに履けないな。このちっこい足でよちよち歩いてさ、こっちはいつ転ぶかハラハラしちまって。歩けるようになってからどこへでも行っちゃおうとするから目が離せなくてね。そういえばさっき見た時から全然片付けが進んでないような。ごめんごめん、懐かしいものがいっぱい出てきてつい。悪かったって。僕たちを叱るくらい大きくなったんだね。
廊下の水拭きありがとね。さて、本腰入れて片付けるとするか。大丈夫か。ぼんやりしているようだが。ごめんごめん、ちょっとね、お掃除の邪魔になっちゃいそうだし、そろそろ僕は行くね。休暇を取れという六流の言葉は正しそうだな。大丈夫？ビー君、助かったぜ。一人でできるかと思ったんだけど、シーツ広げるのに失敗してさ。どういたしまして。僕が逆側から引っ張るよ。そしたら絡まないで済むんじゃない。休暇中なのに悪いな。ちょっと手伝ってくれ。お茶の子さいさいですよ。これで最高。やれやれ、ありがとな、オロロジャイア。どういたしまして、B 君。やれやれ、ありがとな、ロジャー。どういたしまして。っていうか、やっぱりお洗濯を全部 B だけでやるの大変すぎるよ。おしめも服も毎日いっぱい洗わないとダメなんだしさ。つってもさ、親父さんは何かと用事あるし、あいつには誰かついてなきゃだろ。それはそうなんですけど、飯とかいろいろロジャーに頼っちまってるし、洗濯くらいはオイラがやれりゃロジャーが楽になるじゃねえか。ピーなんて優しい。よせよ、照れちまうだろう。天気がいいもんだから眠くなってくるな。ここのところ夜泣きが続いてるからね。親父さんと三人で見てるのにこんなに疲れんだから、赤ん坊の世話って大変だよな。ほんとだね。でもかわいいんだよな。オイラたち親バカってやつだよな。いやー、でも仕方ないでしょう。あの子は本当にかわいいじ。泣いてる。いやー、起きちまったか。急ごうぜロジャー。だね。さて、オイラは台所で飲み物でももらってこようかな。オロロジャーヤも一緒にどうだ。僕も飲み物をいただこうかな。よっしゃ、それじゃあ行こうぜ。
B さん、オロロジャイアさん、何かご用ですか？ああ、飲み物もらおうと思ってさ。ルリアは何してんだ？お茶の時間にみんなで食べようと思ってスコーンを作ろうかなって。お、いいな。みんなの分一人で作るの大変じゃない？ロジャーさんも手伝うよ。え？でもオロロジャイアさんはせっかくのお休みなんですし。いいからいいから、一緒に作る方が楽しいよ。あー、それは確かに。そうですね。それじゃあお願いします、オロロジャイアさん。お任せ。広く浅く結構何でもできちゃうのでね、ご安心ですよ。まずは粉をふるって、それから冷やしておいたバターを切り分けましょう。はいはーい。よいしょっと。ルリアちゃん、手慣れてるね。みんなと美味しいものを一緒に食べたくて、お料理の練習を頑張ってるんです。立派だな。本当に立派だよ。最初の頃は。さて、作っちゃいましょうかね。いるの？あ、ルリア、今ね、スコーンを焼こうとしてるとこ。スコーン？そうそう、紅茶にすっごくぴったりカーンって感じのおやつだよ。それは私にも作ることができる？もちろん、一緒にやる？やってみたい。オッケーオッケー。それじゃあご一緒しましょっか。粉の量は先に測ってあるから、こうロジャーさんがふるいを持つんで、上から粉を落としてくれるかな。こうすればいい？よいしょっと。そうそう、そんな感じ。ごめんなさい、ロジャー。ルリア、真っ白だよ。ほら、払ってあげようね。ロジャーも白くなっちゃった。お揃い。帝国から助けてすぐの頃はあんなに不器用だったのに。あのルリアと今のルリアちゃんは違う感じ。あ、オロロジャイアさん、B さん、焼き上がりの時間ですよ。いい匂いがするな。これ期待できるんじゃねえか。ルリアちゃんの頑張りの賜物ですにゃ。よいしょっと。うん、焼き色も綺麗についてます。おお、大
神の口もパッカリと。ルリアちゃん、料理上手だね。オロロジャーヤさんが手伝ってくれたおかげです。なんだかオロロジャーヤさんとお菓子を作るのは初めてじゃないような気がします。私があれが必要って思ったらすぐ渡してくれたりとか、前にも一緒にお料理をしたからですかね。それは邪魔をするぞ。あ、二人とも匂いに釣られたんだろう。ああ、ま、団長がいい匂いがすると言ってな。ちょうどスコーンが焼けたところなんですよ。焼きたてを食べましょう。あ、じゃあお茶を入れなきゃね。オロロジャイアとルリアは座ってろよ。スコーン作ってくれたんだからさ。茶が入った。熱いから気をつけてくれ。はい、ありがとうございます。ベッド、オロロジャイアさんにも優しいよと言いつつ、眠っていいとなったら眠れないんだな、これが。はぁ、興奮してるんだろうな。あの子たちの日常をこうして直に見られて嬉しい。嬉しいんだけど、ああ、僕もみんなといつも一緒にいられたらな。いや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 、贅沢、贅沢ですよ、ロジャーさん。覗き見できただけで十分。はーい、起きてまーす。あ、やっぱりまだ起きてるじゃねえか。大丈夫だよ。あんたに。つっても、洗濯物乾かすのも手伝ってもらっちまったし、スコーン作りもだろ？なんつうか、根が働き者なんじゃねえか、お前。休むのに向いてねえっつうか。かもしれねえな。ロジャーさん的にはすっごくのんびり過ごさせてもらってるんだけどな。本人がそう言うならいいっちゃいいのか。全然構わないぜ。この部屋使えばいいんだしさ。そんなこと言われると僕、人の子の人生くらいの長さお休み取っちゃうけど。思ったより長い話だな。いや、まあくさびだもんな。それくらい結構短い間のことなのか。本当のところどのくらい休むつもりかわかんねえけどさ、ゆっくりしてけよ、ふな。
そんな甘やかしすぎじゃない？働きすぎって言われるようなやつは甘やかされるくらいでちょうどいいんじゃねえかな。まあ気になるならオロロジャイアもこいつを甘やかしてやってくれよな。そりゃもちろんいいのかな。僕がそばにいても滅びの運命は訪れない。もしくは訪れたとしても、一緒に乗り越えていけるなら。おーい、オロロジャイア、なんか考え事始めちまったな。結局眠れねえんじゃねえか。子守唄、それじゃあお願いしよっかな。だってさ、冗談じゃ済まなくなったな。おやすみ。僕は一人ぼっちで演算と介入を繰り返して、一人ぼっちで消えていく。そういうものなんだと、それが僕の罪に対する罰なんだと、そう思ってたんだ。でも ところでさ、探したぞ。みんな、もしかしたらそんなのは僕の勝手な思い込みだったのかも。帰ろう。僕たちのグランサイファーに。こうしてみんなと一緒にいて、それが許されるだなんて、それも勝手な思い込みかもしれない。演算をしない日々は僕にとって未知のことだらけだ。それは怖いことだけど、でももしみんなと一緒にその恐怖を超えていけるなら、それはとても素敵なことなんじゃないかって今の僕には思えるんだ。